大丈夫です。今日はね、虫探しで来ました。今日はカマキリを見つけるんです。行きたいと思います。こんにちは。あ、キュウリできてるね。取ろっか。ママはお家？お家で。やっぱりこれはウリハムシかな。だいぶやられてますね、ナスビの葉っぱ。キュウくんな、できたらな。やな。バーって取らぬかもで。絶対虫。絶対虫、ちょっと見て。どれどれ。おお。テントウムシ？あれな、ウリハムシっていうね。もう、もはや、モロヘイヤが手つけられません。これ、どないしたらいいね、これ。背の高さとまではいきませんけれども、ジャブモロヘイヤが多すぎてどうしよう。取っていこう。多すぎやな。うん、これおお、できたね。うん、どれ。うん、紐でギュッと周りぐるぐるってやった。はい、というわけでモロヘイヤだいぶ取りました。ですがまだまだあります。さあ大変だ。ん、テントウムシいいんか。いやもう、テントウムシいるって。そんな感じ大丈夫、中にはいるから。スイカを収穫した跡地にですね、牛糞を撒いて、で、冬野菜のね準備を整えていきたいと思います。ここはですね、人参、それから、大根をね、植える予定なんですね。今ね、雑草対策で、すだれをかけているところなんですけどね。今これを、まあ、剥がして、で、あとは牛糞を充填して、ほんで耕すという作業をやっていきます。あ、そうそう、今日のレンズはね、いつものレンズと違います。714の 7mm広角端で撮影をしております。開放感のあるね、この広角のレンズはいかがでしょうか。ごぼつくらはった人あんまりないので、どうなん、そうですか。なんか、これは何のために人があるんです。よくわかんないですよ。これもね、これどうしたんですか。これ抜くんです。もう、はい、捨てるしかないんです。これ一番最初にね、そう、私がいただいたやつで、包みな、 ね、とうとうね、キュウリの方が、季節終了ということになりましたね。今までたくさん取れましたよ、ね、イボイボながらね、結構取れたと思います。そしてイボイボの方がね、息が長くね収穫できるような気がしました。はい、そしてこちらね、プチトマトの方もね、そろそろ終了かなというところですね。はい、そして今日は終了が多いですね。レッドなんちゃらレタス、これもやっぱりね、季節が良くなかったみたいですね。ですけれども、こちらのねレタスの方はね、まだ収穫が続いております。そしてですよ、プチトマト脇芽第2弾、これだけね、もうあっという間に成長したんですよ。そしてもうね、実がなり始めてますね。不思議ですよね。 あとね、案外調子がいいのがこのししとうとね、それからこっちの方にあるピーマンなんですね。こっちの方ね、まあまあ調子いいですね。はい、そしてナスビなんですけれども、1個収穫できただけで、その後全然、出来かけの出来損ないだったナスビもどっか行っちゃいました。これいいかな。ですね、今ねキュウリのこの紐をね、こう解体してるとこなんですけれども、これね、ビニール紐じゃないですか。このビニール紐がね、ほら、なんかこう綿みたいになって、もうすごい腐食するんですよ。で、
僕はこの誘引紐っていうのをビニール紐、それから麻紐ですね、こういう麻紐と併用してたんですけども、この麻紐の方が断然いいですね。まずこれはあのすごいゴミになるっていうこと、それから飛び散るっていうところですね。で麻紐はもちろんあのゴミになるんですけども、最悪ちょっと落としてどっか行っても、まあ、これ自然のもんなんでさほど影響がないと。であと耐久性もね、麻紐の方がいいですね。これこっちの方が耐久性高いと思ったんですけどね、このビニール紐の方が耐久性高いと思ったんですけど、そんなことないです。麻紐の方がね耐久性高いです。で、安価で売ってますしね、今後はね万能園ではずっと麻紐の方をね使っていこうと思っております。そしてですね、このねビニール紐、これ再利用がね難しいですよ。こんな風にして綿みたいになっちゃうんですよ。ほらもう糸みたいね。ですけれども、はい、こちら万能園のロッカーの中なんですけども、このようにね麻紐の方は再利用してやろうかと思って、もうすでにねロッカーの中にねこう持って帰ってきているという状態なんですね。